丈夫か？最悪な気分だ。君がこんなになるまで踏み出せなかった自分の弱さを殺したい。待ってろ、今城まで連れて行ってやるからな。おや、オルテ大臣のご子息ではありませんか。ちょうどよかった。今からあなたのところに送り届けるつもりだったんですよ。わざわざ送ってくれたのですか。ええ、奥方は親父に会うと言って外で待っていたんですけどね、この雨に打たれて熱を出されたようで。
それはそれは、ご迷惑をおかけしました。会えてよかったですよ。あのまま放っておく最低野郎だったら一発ぶん殴ってやろうと思ってた。っていうのは冗談ですけどね。私が最低野郎かはともかく、あなた程度の腕では私にはかないませんよ。何か。ちゃんと連れて帰ってあげてくださいね。わかりました。さあ、帰りますよ。起きなさい。あの、はい。あなたの奥方でしょ。連日の疲労に加えてずっと雨に打たれて気を失ったんです。少しはいたわってあげたらどうですか。これは私たち夫婦の問題です。あなたには関係ないでしょう。起きなさい。いつまでよその男の背中にもたれている気ですか。待てよ。何ですか。起こすことはないだろう。どうせならこのまま背負って城まで送り届けてもいいんだぜ。意外ですね。あなたはもっと無気力で、長いものに巻かれて楽をするのがお好きなのだと思っていました。その認識は間違っちゃいないがね。ああ、そういえばこんな噂も聞きましたね。オルテ大臣は働かない息子が頭痛の種だと。政務補佐ってのは大臣の家庭事情にまで首を突っ込むのかい。そりゃ多忙だな。道理で自分の嫁さんの心配もできないわけだ。いやいや、あなたのお気持ちは察するにあまりありますよ。あなたの母を奪った不死が怖いのでしょ。だから結婚もせず、いつまでも現実逃避をして国のためにも行動できない。あんた、俺を怒らせたいのか。お望みだって言うなら、あんたのその綺麗な面に一発ぶち込むぐらいは平和主義の俺にだってできるぜ。それはあなたには無理です。無理かどうかやってみなきゃわからないだろう。世の中には気持ちだけではどうにもならないことがあると知っていますか。そう、例えば精霊の呪いとか。ですが、不死は病です。精霊の御業ではないのなら、まだ努力できる余地が残されています。
だから私はあなたのお父上には味方になっていただきたい。だったら親父の説得に力を貸してやろうじゃないか。その代わりこいつをくれよ。本当に不死が治るっていうなら身を固めてもいい。私の妻を？そうだ。どうした？急に黙って。そりゃできないよな。色ごとに無関心な政務補佐官様が自分の妻にするくらい惚れ込んだ女だ。うん、だったらこの子をもっと大事にしてやるんだな。さあ背負って帰。わかりました。差し上げましょう。でよ。え？私の妻を起こしてください。あんた何言ってんだ。離縁して差し上げます。欲しいのでしょ？手に入れたらいい。俺は。まさか人の妻をよこせなどという捨ておけないセリフを冗談で言ったのですか？そうじゃねえよ。あんたそんなあっさり離縁って、この子の気持ちようだな。我が国の女性にそんな自由があったとは知りませんでした。それは。早く起こしてください。起きてくれ。主婦。目が覚めたか。あれ、私大臣の屋敷の前にいたのに。私またあなたに迷惑を。いいんだ。それより君の旦那さんが話があるってさ。え、ノール？いつまで背負われている気ですか？大丈夫か？これから話す内容をよく聞きなさい。
二度は言いません。うん。あなたと離縁します。え？耳が遠くなりましたか？それは私が大臣を説得できないから憂鬱みという意味。うん、な、いいえ。だったらどうして。こんなの約束が違うわ。そこの大臣の息子が責任を取ってくださるかと。あなたが望むのなら続けてください。これより先はそちらのセフ殿を頼るといい。彼はあなたを妻にしたいと私に訴えるくらいあなたに惚れ込んでいるようですから。本当なの、セフ？言ったのは確かだけど、まさかこんな事態になるとは思ってなかったというか。必要事項は伝えました。待って、まだ話は終わってない。これ以上話すことはありません。でも離縁について意見をする権利も妻にはありません。それが今の我が国の法律です。そんな、あなたがどう動くのか楽しみにしていますよ。これは答えるわ。ねえ、私本当にもうノールの妻じゃないの？政務補佐の言う通りで、夫が離縁を宣告したらそれで成立するんだ。そう、私は結局捕らえられてきただけの女で自分の意思を通す権利すらないの。Thank you.
あのさ、とりあえず落ち着ける場所に行こうか。また宿。ああ、いや、俺の家。いいの。